はい。ダイワピュアラブです。幻の滝と言われる、栃木県矢板市のお白地の滝で、若者二人が飛び込んで、死亡の不可解な謎についてお伝えしたいと思います。こちらが幻の滝と言われている、 栃木県矢田市にあるおしらじの滝と言われているものになります。まあ、あのー、すごいね、見てわかるようにエメラルドな色でめちゃめちゃ綺麗なんで SNS 映えするっていうことであのー、若者たちがね、こぞって押しかけていた人気スポットらしいんですね、ここは。うーんで、まあ、あの、インスタグラムとかね、 ツイッターとかに、この写真を撮って載せる人がいたりとか、あの、実際にね、泳いで、それを動画に上げるなんて人も結構いたみたいなんですね。うん。で、あの、前橋市のね、23歳の会社員の男性と、18歳の男性、若い男性が、えー、30センチというね、 あのー、非常に低いところから飛び込んで、二人が亡くなるという事件があったんですねうん。で、まあ今それがすごい話題で、マスコミやテレビなんかがすごい報道しております。ただね、これがものすごい不可解なんですよね。うんまあ何が不可解かというと、こちらになります。今回の不可解な謎はこちらです。 わずか30センチという非常に低いところから飛び込んだのに、なぜ溺れたのかということですよね。うん30センチってこれね、15センチず定規が2つ分ですから、めちゃめちゃ低いですよね、これうん。飛び込むというかこれただね、降りるっていうような感じですよね、これ。で、あと、 水深がね、2メートルないぐらいなんですって、ここ。うん。だから、めちゃめちゃ低いんですよね。うん。で、あと、その、おしらじの滝っていうことになってるんですが、あの、見てもらえばわかるんですが、流れってないんですよね。うん。あの、滝壺みたいなね、ああいう流れが急っていうこともないんですよ、ここ。うん。だから、流れも全然ないんですよ。 で、その、男性二人はね、前もってそのビート板っていうのを先に投げ込んでたらしいんですよね。うん。だけど、なぜかね、そのビート板に捕まらってないんですよね。うん。それもすごい不思議ですよね。うん。あとね、このおしらじの先っていうのが、た、その、前兆がね、非常に小さいんですよね、これ。うん だから、ここでね、溺れるっていうのがすごい不可解なんですよね。うん。しかもね、これがね、高齢者の人とかならわかるけど、18、23ってね、相当体力もある若い男性ですから。うん、それが30センチってね、めちゃめちゃ低いところからただ降りただけで死ぬのかっていうね、そこがめちゃくちゃ不思議ですよね、これ。 うん。あの、これのね、だから、ヤフーニュースなんかでも、トップのね、コメント、あの、トップの反応があるコメント3つ見たんですが、その3つともね、非常に不可解であるっていうことが書き込まれてたんですね。こちら、えー、ヤフーニュースのね、一番これ、反応されているトップ3のコメントなんですが、 見たところ、滝と言っても、プールみたいな静かな流れに、上から底が見えるくらいの深さ。ここでどうやったら死んでしまうのか、不思議な気がする。しかも、二人も同時に、どちらかが水で飲んで、慌て溺れてしまい、もう一人にしがみついたか、いずれにしても穏やかに見えても、 自然を舐めてはならないということですね。だったり、地元などで何度か行ったことがあります。滝のある時もない時もどうやったら溺れるんだっていうくらい狭いし浅いですよ。何かやってたんじゃ薬とか。でなければ霊的な何かあったのかあそこで溺れるのは至難の技です。とか、 たった30センチの飛び込みで、ちょっと考えられませんが、どういう状況だったのでしょうか。っていうのが、まあ、えっ、ー、と、トップ3のこの書き込みであるんですけど、あの、やっぱりね、このニュースを聞いてみんな、不可解だなっていうことをこれ思ってるってことですよね、これ。うん。で、いいねがね、これ、16000、えー、とかね、15000なんていうことが、 つけられてますけど。だから、1万6千人とかね、1万5千人がそう不可解だなっていうかね、なんで溺れるんだっていうふうにはこれ思ってるってことですよね。うーん。ねえ、ほんと不可解ですよね、これ。あのー、最近ね、やっぱ夏だから、川で溺れるとかね、あのー、多くなってるんですけど、ただそういう川を見るとね、 やっぱり結構その流れがあったりとか、するんですよね、結構。うん。だから流されていくとか、そういうのはよく見るんですけど、こんなね、水深がこんな浅くて、流れが全くないっていうね。うん。で、ビート版もあると。ここでなんで溺れるんだろうっていうのは本当ねえ。不思議ですよね、これ。うーん。 ちょっとその怪奇現象というかね、うん、心霊的な何かなのかなっていう風なことも思う気持ちもわかりますよね、これ。うーんだ目の前にビート版があったらね、普通捕まりますよね、それ。うーんどういうことなんだろうな、これは。うーん うん、まあ考えられるとしたら30センチと言ってたけど、実はもうちょっと高かったとかかな。それならばまあ、あるのかな。うーんまたはまあ、うん足がでも釣ったとしてもね、二人いますからね。うーんどうなんだろうな。うーん ちょっともう、わからないですね、この事件は。うん。まあ、この事件を聞いてね、ちょっと思い出したのは、あの、岡山県のね、あの、姫坂かなち穴でね、高知大学の学生、探検部の学生たちが、滝壺っていうかね、あのー、あそこの湖かな、 に行って、えー、一人のね、探検部の学生が溺れて死んだっていうね。その事件をちょっと思い出しましたね、このニュースは。うーん。まあ、あのね、姫坂かなちあなの、えー、岡山の探検部の事件も非常に不可解っていうことでね、話題になったんですけど。うんまあ、この事件もちょっとね、ね なんで覚えれるんだろうっていう不思議なところが本当ありますよね。うん他の人がね、あげてるその SNS の動画なんかを見たら、結構その中年のおばちゃんとかね、あのー、もっとね、年配の人なんかも結構飛び込んでるんですよね、ここ。うんだからその中年のね、おばちゃんとかがビートバンとか何もなしに、ねえ、 30センチよりも高いところから普通に飛び込んでたからう、そんなね、そこまでの危険なようには見えないんですけどね、これ。うん、ちょっとう、もしかしたら、何かね、報道されてない裏の裏がね、あるような気がしますよね、これは。うんうん、まあ、もしかしたらだけど、 例えばお酒をね、飲んでいたとか、うんそういうことであればあ、あのね、溺れてしまうっていうこともあるかなっていう気はするんですけどね。うん。ということでしたね。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ここはね、あとその、 えっと、栃木県のね、名所っていうことで、あのー、地元の人たちにしたらね、すごいその、大事にされてる滝だったらしいんですよね、ここ。うん。だから、ね、こういうちょっと、外から来た人たち、っていうか、外から来た若者が、こうやってね、亡くなるような事件があるとさ、あのー、地元の人からしてもね、やっぱ嫌な気持ちになってしまいますよね。 うんだから、ちょっと、本当にね、こういうことは気をつけないといけないですね。ということで、ありがとうございました。